ダ鉄道小時間にて古にはただしは、台湾台北市出身の鉄道写真家、鉄道作家、登山家。現在は中華民国鉄道文化協会のメンバーとして、鉄道雑誌、鉄道情報の総編集長と高雄氏の旧ダ駅小時間館長を務めているほか、春林台湾文化事業坊の経営者。鉄道分野では撮影のほか配線探索が得意分野。 日北市芸文中心の DT675 型1983年、台北市で出生。台北市立クレ広告省、新議国中、市立遠平高級中学所等部、高中部、国立台湾大学農業科学系のお産、製造組及び生科科技学系を卒業。同生命科学院、微生物、生科学研究所を修了。 在学期間中は、鉄道研究サークル、大退化者社,社の第26代サークル長を務め、鉄道文化の広報、啓蒙を行う。2005年台北県芸文中心の蒸気機関車、展示メンテナンス顧問。2006年より、鉄道情報のライター。2011年より、同協会副会長と、同総編集長。2016年より、春臨台湾文化事業を、 設立、鉄道カレンダーの制作と協会を通じての販売を開始。同年末より、旧濁駅小時間館長。月額報酬8000台湾ドルでの低報酬だが、鉄道に触れ合える機会を持てることは何事にも変え、がたいとして自ら志願した。2018年より、鉄道情報の発行を、協会から自社の文化房で引き継ぐ。4歳児に、 家族旅行で日本を訪れて開通後間もない上越新幹線に乗ったという。高校卒業時には記念として家族に再度日本旅行を要求し、長野新幹線や新大特急北斗星や、青函トンネルを堪能した。大学在学中はジャパンレールパスで本土最北端の稚内駅、最東端の東根室駅、最西端の佐世保駅、最南端西大線駅を制覇した。 年齢差のため在学中の接点はないが、同じく、中華民国鉄道文化協会のメンバーである、こういたす文は、いにしえの中学、高級中学、学部は違うが大学でも先輩にあたり、校が創設し、初代サークル長を務めた大退化者者でもその地位を、受け継いだ。大学卒業後は、実刑が医師であることも手伝って家族から高収入の、 職種への就業を要望されたが、研究室にこもることよりも、趣味を優先し、執筆や講演で生計を立てている。鉄道情報で寄稿するようになったのも、広志の誘いだったという。鉄道研究と風景写真、配線跡の現地調査をライフワークとしている。また登山にも熱心で過去には、台湾各地の鉱山森林鉄道探索時の記事を執筆しているプライベートや、 雑誌のライターとして、海外渡航も多く、とりわけ来日回数は多い。北海道運輸局の外国人旅行者モニターも務め、日本のインバウンド対策に助言を行った。鉄道文化資産への思いはヒット一倍強く、2017年8月に、小時間裏に設置された、高尾ライトレール高戸線駅のスロープが、旧高尾輪港線のレールを完全に覆い隠された、ことで、 新商社の権利であるバリアフリーと文化資産保存は両立させるべきとして高雄市政府早や運行定局の職員とも口論に発展した。同月に国鉄583系電車が JR 東日本から国立台湾博物館を通じて台北気象に寄贈された際は10月に実施された台湾国内陸層での輸送業者入札でも こういたす分ともに選考委員を務めた。ありがとうございます。